こんにちは。今回の嬉野ホットステーションは新規採用職員の吉村がお届けします。今回はご覧のラインナップでお届けします。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。健康づくり課から新型コロナの令和5年秋接種についてお知らせです。今回の令和5年秋接種は新型コロナウイルス感染症の重症化の予防を目的としています。接種対象者、対象者は初回接種、1、2回目の接種を完了したすべての方です。ただし前回の接種日から3ヶ月以上経過していることが条件となります。ワクチンの種類と副反応、現在流行中の変異株に対応したオミクロン株 XBB.1.5 ワクチンを使用します。ワクチンにはファイザー社ワクチンとモデルナ社ワクチンがあります。主な副反応はファイザー社、モデルナ社ともに接種部位の痛みや腫れ、全身のだるさや頭痛などがあります。接種回数、接種は1人1回です。実施医療機関、市内の医療機関はご覧の通りです。予約制ですので、希望する医療機関へ直接電話で予約を入れて接種を受けてください。市外にかかりつけ医がある方はご自分で直接かかりつけ医へお尋ねください。実施期間、新型コロナワクチン接種を無料で受けられる期間は令和6年3月31日までですが、さまざまな感染症の流行が予想されますので、年内にワクチン接種を受けることをお勧めします。また接種を希望される方は接種券が必要です。接種券がお手元にある方は未使用の接種券で秋接種を受けることができます。春接種を受けて接種券が手元にない方は3ヶ月経過する頃に新たな接種券をお送りします。接種券をなくされた方は再発行ができますので、健康づくり課までご連絡ください。新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせは嬉野市役所健康づくり課、電話 0954-66-9120 までお願いします。以上、健康づくり課からお知らせしました。こんにちは。今日のドモ英語で紹介するのは Come through というフレーズです。さあ問題です。どのような時に Come through を使うと思いますか？ A. 出かけたい時、 B. 人を誘う時、 C. 何かを勧めする時か、 D. 電話に出る時。正解は B です。 Come through は人を誘うときに使って、おいで来てという意味があります。これはよく使う言葉で、分解して直訳すればこうなります。 Come イクル来る、そして Through イクル通る、何かを通して。綴りは Come through ですが、 Through をthrough と書いても問題ないです。Come through は誰かを家に誘いたいときに使いますが、家じゃなくても使えます。例えばパーティー。一人でパーティーに行って、でも友達も来てほしいときは、その友達に電話して Come through を言えば大丈夫です。そして Come through と同じ意味を持つ Slide through もあります。
使い方は come to と全く一緒ですが、どれも友達以外にはあまり使わない方がいいです。短い例文を見ていきましょう。ガチャ。 Hello. Yo, Joe Taki. What you doing? Nothing much. What about you? Same. Wanna hang out? Yeah, let's watch some anime or something. Cool. Come through. I coming now. 使い方がまだ分からなかったら、こちらのシーンもご覧ください。Hello? Yo, Joe Taki, it's me, Damo. Oh, what's up? Man, nothing much. Thinking about going to a party tonight. A party? Yeah, man. You got any plans? Nah, I'm free tonight. Nice. You trying to come through? Yeah, I'll slide through and we can go to the party together. どうやった？覚えた？これからもアメリカ人が実際使っている言葉を紹介していきます。僕と一緒に勉強しましょう。では、ドミゴはまた次回です。See you later!嬉野市役所広報広聴課からお知らせします。嬉野市では、市民の皆さんと市政を結ぶ司法嬉野を月1回発行しています。司法嬉野は行政区を通じて各家庭に配布しています。また市内公共施設、郵便局、金融機関やスーパーマーケットに設置しているほか、嬉野市ホームページでもご覧いただけます。また司法への広告掲載も募集しています。企業の PR やイベントの告知にご利用いただけます。地域の話題や市からの大切なお知らせなどをお届けする司法嬉野、皆様ぜひご覧ください。以上、広報広聴課からお知らせしました。1月の休日在宅当番員はご覧の通りです。1月の小児時間外診療はご覧の通りです。1月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。1月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーション、いかがでしたか？それでは次回もお楽しみに。